4月16日、2015年の今日はゴジラがホテルの名誉支配人に任命された日ですこの年の4月17日に開業したホテルグレイスリー新宿はゴジラをコンセプトにした特別ルームと実物大のゴジラヘッドを用する宿泊施設でオープンに先駆けこのホテルの名誉支配人としてゴジラが任命されたのです。 同年の4月9日に行われたゴジラヘッドのお披露目式ではゴジラは当時の新宿区長から特別住民票と新宿区観光大使の命を受けたばかりいきなりの大役を見事にこなしてしまうのも怪獣王のなせる技なんでしょうねゴジラストアのオープンやゴジラマンホール先月にはゴジラ自販機が設置されるなど 新宿はゴジラ色に染まってきています。